楽しいを与えすぎると投げ出す子になりますはい、こんにちはライフコーチのミスターオカチですやり抜く子を育てるための行動習慣やライフスキルを MAX と一緒に紹介していますはい、えー、ということでこの5月に、2021年5月にやり抜く子と投げ出す子の習慣という本を出版させていただくことになりましたなぜその本を出そうと思ったのか それは自分がやりたいことを諦める子供をなくしたいからですどもの時ずっと僕は投げ出す子でした何をやっても途中で諦めてしまうそして言い訳ばかりで続かない小学校の時好きな女の子がいましたでも僕が話しかけてもキモいって思われる嫌われてしまうそして傷つくのが嫌。 だから話しかけることすらでできませんでしたバスケットボールは入りたかったですよでも僕よりも身長高くて運動神経がいい人がたくさんいただからどうせ入っても試合に出られへんそう思ったらバスケ部にも入れなかったんですやりたいこともできず言いたいことも言えず自分のことが大嫌いで毎日が全然楽しくありませんでした今ならはっきりと分かります これまで僕は1万人以上の子どもと向き合ってきましたその中で最後までやり抜く子と投げ出す子にはたった一つ決定的な違いがあったんですその違いはライフスキルですライフスキルを身につけていればどんな子どもでもも 自信を持っててそして自分がやると決めたことを最後までやり抜けるようになります。そして子どもの時にライフスキルを高める教育を受けていた子はそうでない子と比べて将来の年収学歴そして幸福度も高いということが報告されています。つまりお子さんの将来の成功を決めるのは学力でも IQ でも才能でもありません。ライフスキルです ということで今日の動画ではライフスキルを高めてやり抜く子を育てるための親の関わり方を1つ紹介させていただきたいと思います今回の動画を見ていただければライフスキルを高めてやり抜く子を育てるための考え方や具体的な関わり方が分かりあなたらしい子育てができるようになりますそしてお子さんがこれからの時代で最高の自分を表現して自分らしくそしてたくましく生きられるようになるですので 最後までご視聴ください。 はい、ということでこのチャンネルでは、えー、と子育てを頑張るお父さんお母さん子どもの教育に関わる方に向けてやり抜く子を育てるための行動習慣やライフスキルにフォーカスした動画を配信しています、えー、興味がある方はチャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいです、えー、あとインスタでも毎日配信してますので概要欄からつながってください、えーとねえー、この縦型の動画の時はもうラ,あのラジオ感覚で聞いてもらえたら嬉しいです はい、ということで早速行きましょう。やり抜く子の育て方、どのように関わったらいいのか、本日はこちらです。楽しいを与えるのではなく、楽しいを一緒に作る。はい。何かが違う。2014年、和、え、歌、ー、山でライフスキルの学校を作りました。もう自分で言うのもなんですけど、最初は、 めちゃくちゃ順調やったんですよね。 なんだろうな、アカシアさんまの MC ばりにぐるんぐるんぐガンガン会場を盛り上げて、おかっちもっとやって、おもろーいって、おかしい,いや、おかしちゃうわ、みたいな感じで、もう、な子供にも人気で、面白ーいってもっとやってってね、子供にも喜んでもらえて、そして親御さんにも感謝される、そして生徒さんはぐんぐん増えていって、学校は大きくなって、メディアにも取り上げてもらえる。もうこのままいったらめちゃめちゃ順調やん、みたいな感じで、えー、ちょっとね、調子乗ってた時期もありました。でもね、 調子に乗りながらも何かが違うっていうちょっとね違和感があったんですよ。でもそれが何なのかわからなかった。でそれがはっきりと分かったことがあったんですよ。 はいそれはね、えー、多分あれはダンスの授業ですねダンスをする前にねゲームをしてたんですけどそこのゲームで僕の鉄板中の鉄板の鬼ごっこの進化版みたいなことをやったんですよこれ絶対受けるって思ってみんな盛り上がってダンスにスッとこう授業に入れるかなみたいな感じで鬼ごっこの進化版やったんですけどある男があの子が言いました「おかっち全然おもんないもっと俺らを楽しませてやもっとおもろいやつをやってや!」 ななんかえななんでってなんで俺が君たちを楽しまなないといけないとけのこのステージで、まあ、教室ですけど動き回ってんの俺だけ汗かいてんの俺だけ考えて行動してんの俺だけ子供は椅子に座って涼しい顔して俺を眺めている何も考えてない何も行動してない全然動いてないで面白くなかったらリセットボタンポチってこれをやりたかったからこれをやるために僕は会社を辞めたんか。 これをやりたかったから学校作ったんか絶対違うっていやこんなんじゃないってでも子供は全く悪くない悪かったのは僕でした子供を楽しませよう夢中にさせようと思って与えすす。ぎていたんです与えられることが当たり前になった子供たちは自分で動かなくなった自分で考えなくなったひなどりですよ お口をパクパクしていたらそこにどこかの誰かがお,おいしいもの楽しいものを与えてくれるみたいなこのままやったらあかんこれからの先どうなるかわからんこの時代で自分で切り開いていく力が育まれていかへんそして失敗して問題が起きた時に仲間と力を合わせてそれを突破するそういう力がついていかへんその考え方その意識を変えないとこの状況を変えないといけないそう思ったんです 楽しいはどっかの誰かが与えてくれるもんじゃない自分で作るその日から僕は変わりました楽しいを与える先生をやめて一緒に作るプレイヤーになる2016年街中実験室子供ラボを作りましたその子供ラボっていうのは子供がやってみたいって思ったことを「この指止まれ」形式で集めて街のプロフェッショナルと一緒に商品を作って これままで様々なプロジェクトをやってきました「和歌山トランプを作ろう」でトランプを作ったり映画を作ろう映画を作ったりおむすび屋さんのメニューを開発しようでおむすびのメニューを開発したりいろんなことをやってきたんですけどその中の一つに「和歌山のの働くをを知る本を作ろうこのようこよなプロジェクトがありました和歌山なんもない」「和歌山面白くない」「高校卒業したら大人になったらもう出ていく」そんな子どもがほとんどでした。 実際和歌山県の高校卒業後の県外進学率は全国1位です31年連続みんな高校卒業したら和歌山出ていくんですこれってひどいですよねこの状況も変えないといけない僕もそう思いました和歌山何もない何もないって言うけどほんまに何もないか確かめてみようこれがきっかけで本作りのプロジェクトが始まったんです 教室を飛び出して自分たちで街を歩きますなんかいい店ないかなおもろい店ないかなってでおもろい店見つけたらその店に入ってインタビューしますおすすめの商品は何ですか工夫していることはありますかお仕事やってて良かったなって思うことは何ですかってで大人そして店主オーナーが答えてくれますでその答えてくれた言葉を教室に帰ってライターさんと一緒に自分の言葉で自分の記事を作っていきます はい、その中の一つにこのような言葉がありました「店長の手が黒くてびっくりした僕も将来自転車屋さんになりたいと思いました」みたいな感じで、はい、でそのような言葉で、えー、子供たちの言葉で一冊の本を作りそしてキャッチコピーを考えました「和歌山は何もない何もない」って言ってた子供たち「和歌山は何もなくない」 これが本のキャッチコピーに決まりましたこちらの本は和歌山の一部の学校の図書館に置かれています子どもたちは今でもその本を広げて自分の友達に和歌山の店とかおもろい魅力とかいうのを紹介してくれてるそうですきっと彼らは和歌山を出て行ったとしてもいつのどこでも誰にでもみんなに何というか和歌山の魅力を語ってくれると思うんです 子供のために大人ができることは何か。これまで10年間ずっとずっと考えてきました。今なら、はっきりとわかります。それは、自分が自分の人生を生きる。子供のために、子供のために、子供のためにって、子供のことを心配して楽しいを作ってい。 いいっぱい与えるそれをやめてしまって自分が大人がやってみたいと思ったことをやってみる心が動いたことを動いてみるそして夢中になって没頭して人生を最高に楽しむその姿を見せるんですこここれ以上に影響を与えること力を与与ええるるとと力はないないって思ってますでその姿を見て子どもたちはえ「あんな大人になってみたいえこんな仕事やってみたいこんな仕事もあるんや」え「和歌山って結構面白いところやん」「お父さんも頑張ってるしお,お母さんもやってるし僕もやってみよう」っていう風になって 自自分の街と自分ののと未来に希望が持てる「楽しい」は自分で作れるんやって遊園地がなくてもおしゃれな場所がなくても仲間と協力して「楽しい」は作れるんだって「楽しい」を与えれば与えるほど子供の生ききる力はなくなくっていきます心配すればするほど自信は奪われていくんです。 子どもに向けてるその矢印を自分の心に向けてで自分がやってみたいと思うことをやってみる夢中になってそして動いてみるそうすれば子どもも大人に向けてるそしてお父さんお母さんに向けてるその矢印を自分に向けて大人の顔色をかがうのをやめて自分が心からやりたいことを見つけてそれに没頭し夢中になって頑張れる。 自分がやると決めたことを最後までやり抜けるようになるんです。僕はあなたがあなたらしい子育てと人生を見つけてあなたとあなたのお子さんがさらに輝くことを心の底から応援しています。はい、ということで。 えー、今日の動画少しでも勉強になった参考になった元気になったっていう方は高評価ボタンを押してくれたら嬉しいです、えー、このチャンネルでは子育てを頑張るお父さんお母さん子どもの教育に関わる方に向けてやりぬっ子を育てるための関わり方にフォーカスした動画を配信してます、えー、やりぬっ子を育てたいと思われた方はチャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいですあと 無 LINE 講座やりぬく子の育て方を、えー、2021年の3月に開設しましたこちらでは具体的にどのように声をかけたらいいのかどうやったら子供が勉強するようになるのかということを動画やコラムそしてテキストメッセージで配信してますそこでは質疑応答も受け付けてますので、えー、概要欄からポチッと友達追加をしてもらえたら嬉しいですはいジ・エンドそれではワンダフーな一日をお過ごしくださいバイバーイ